週末映画情報シネマキング週末映画情報シネマキング第403回目スタートいたします。案内役は映画でナビゲーターそしてシネマクロスメディア C2 発行編集人ムービーステーションスーパーバイザーの川本明がお届けします。今回は2023年最後の紹介となります。12月29日金曜日、12月30日土曜日、合わせて10作品以上の新作映画を紹介します。まず最初に紹介するのは12月29日金曜日公開、エヴァグリーン主演エクストリームホークホラーノセボから紹介します。最初に紹介するのはノセボ、ビバリウムのロルカン・フィネガン監督が仕掛ける世にも恐ろしいキテレスなエクストリームホークホラーです。エヴァグリーンがファッションデザイナーのクリスティンを演じ、フィリピン人の女房を雇ったことから始まる想像を絶する悪夢を描いてきます。ノセボ、12月29日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは僕が宇宙に行った理由、ファッション通販サイトソゾタウンの創業者である実業家前澤友作が日本の民間人として初めて挑んだ宇宙旅行に密着。過酷な検査や訓練生活、国際宇宙ステーション ISS の滞在、地球へ帰還した後までを記録したドキュメンタリー映画です。僕が宇宙に行った理由、12月29日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはムーミンパパの思い出、東米ヤンソン原作による同名小説をもとに本国フィンランドにて制作したパペットアニメーションです。若い頃のムーミンパパの大冒険を通して、スナフキンの親、ヨクサルやスニフの親、ロッドユール、リトルミーら個性的な仲間たちとの出会いや友情を描いてきます。ムーミンパパの思い出、12月29日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはサンクスギビング、感謝祭発祥の地とされるマサチューセッツ州プリマスの田舎町を舞台に、感謝祭の食卓に並ぶご馳走に模した残酷な方法で殺人を繰り返す連続殺人鬼が現れ、町は恐怖のどん底へと突き落とされてきます。共演が共演と化す最高フェスティバルスリラーです。サンクスギビング、12月29日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはアンブッシュ、96時間のピエール・モレル監督による実話に基づく戦争アクションです。内戦が続く2018年のイエメンを舞台に、敵軍に囲まれた装甲車の救出に向かった UAE 軍兵士たちの死闘を描きます。ドローン、ヘリコプター、戦闘機とミリタリーファンにも推しの作品です。アンブッシュ、12月29日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはファッションリーマジン、英国のファッションブランドマザーオブパールのクリエイティブディレクターで革新的サステナブルコレクションでファッション業界を変えるべく奮闘するエイミー・パウニーに密着したロードムービー風なドキュメンタリー映画です。ファッションリーマジン、12月29日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはラメゾン、小説家と娼婦、身分を隠し2年間娼婦として活動した気鋭の女性作家エマ・ベッケルの自伝小説を完全映画化しました。大胆すぎる取材方法、アンダーグラウンドで生きる女性たちのリアルな姿を描き、フランスで賛否両論を巻き起こした秘められた世界がスクリーンに降臨します。ラメゾン、小説家と娼婦、12月29日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは改良とデコイ、小林賢太郎監督脚本による短編集で、これまで作られてきたショートフィルム、舞台で上演されたコント、新たに撮り下ろした映像が織り交ざり一本の映画になっております。回廊とデコイ、12月29日金曜日より109シネマズ名古屋にて公開です。続いて紹介するのは宝くじの不時着、一等当選くじが飛んでいきました。
偶然賞金6億円の当たりくじを手に入れた韓国兵チョノのくじが風に飛ばされ軍事境界線を越えてしまい、韓国チームと北朝鮮兵たちは賞金を山分けするための秘密作戦に乗り出すという様を描く韓国ドタバタコメディです。宝くじの不時着、一等当選くじが飛んでいきました。12月29日金曜日よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのはウィンターボーイ。本作の演技で新たなスター誕生とメディアからも絶賛された新星ポール・キルシェが主演し、世界的名優ジュリエット・ビノシュが母親役で共演。愛の足跡のクリストフ・オノレが自らの少年時代の体験に基づいて作り上げた自伝的なドラマです。ウィンターボーイ、12月29日金曜日より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのは草原に抱かれて。東京国際映画祭をはじめ各国の映画祭で話題を集めた中国の内モンゴル自治区出身のチャオ・スーシュへの長編初監督作となるロードムービーです。草原に抱かれて、12月30日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは白石浩二の決して送ってこないでください。貞子 VS かや子など数多くのホラー作品を手掛けてきた白石浩二が送る新感覚ホラー。白石自らストーリーテラーとなり、自分宛に送られてきたビデオテープに映っていた恐ろしい映像をもとに投稿者にインタビューを繰り返しながらその謎に迫っていく姿を描いていきます。白石浩二の決して送ってこないでください、12月30日土曜よりシネマスコーレにて公開です。いかがでしたでしょうか。今回もいろんな作品を紹介してきました。2023年、たくさん映画は見られましたでしょうか。それを振り返る意味においても、ムービーステーションの方でムービーオブザイヤー2023というのを、今実施しております。皆さんからの投票をお待ちしております。ムービーアットシアター、映画は大きなスクリーン、そして大音響で鑑賞するために映画の制作者サイドが作っております。皆さん、ムービーステーション2024年1月号新年号、配布中です。こちらもぜひ手に取って2024年のシネマライフに役立ててください。それではさよう。